こんにちは。内定率 100% の就活塾、ホワイトアカデミーの竹内です。今日の質問はこちらです。手っ取り早く内定率を上げる方法を教えてください。こちらに回答していきたいと思います。結論、1、身の丈に合った会社を受けること。2、就活に早めに取り組むことです。まず一つ目、身の丈に合った会社を受けることについてですが、今回質問がですね、手っ取り早くということですので、こちらが重要になります。自分の身の丈に合った企業であれば、内定が得やすいということになります。もちろん、身の丈よりも背伸びした企業を受けるのもいいですが、背伸びするのであれば、この企業は自分にとっては背伸びした企業だということをきちんと認識してください。その上で受けてみるようにしてください。また、手っ取り早く内定したいということであれば、なおさら自分の身の丈に合った企業であるかを認識することが重要になります。しかし、学生の皆さんは本当にこれをやらない、あるいはできないんですね。ですから、今から言う2つの質問に答えられるようにしてください。まず1つ目の質問。自分の大学の就職実績は見ましたか？自分の大学から志望業界の大手企業に内定している人はいましたか？あるいは志望業界の大手のグループ会社に内定している人はいましたか？こちらが1つ目の質問です。そして2つ目の質問。自分の希望する企業の採用実績は見ましたか？その会社はどの程度の学歴の人を中心に採用していましたか？これらの質問に答えられないようであれば内定率は上がりません。概要欄の動画に詳しいやり方を紹介していますので、そちらをご覧になってやってみてください。次に2つ目のポイント。こちらは、就活に早めに取り組むことということです。受験勉強と同じで、就活も早く始めれば始めるほど有利になります。このチャンネルでは、各学年ごとにやるべきことについての動画を配信しておりますので、ぜひ概要欄からそちらをご覧ください。そちらの動画を見ていただいたらわかるかと思うんですが、就活を有利に進めるためにやるべきことは、大学1年生からあります。ですので、もしこの動画をご覧になっているあなたが3年生なのであれば、本来1年生や2年生のうちからやっておくべきだったことを、今から超特急でやらないといけないということになりますから、かなり時間がないという状況になります。以上、今日は手っ取り早く内定率を上げる方法について解説してきました。もうあまり時間がないけど、自分の身の丈よりも1ランク、あるいは2ランク上の企業に行きたいという方は、ぜひ一度ホワイトアカデミーの無料相談会にお越しください。では今日は以上です。ありがとうございました。